はい、皆さんおはようございます。シャタの応援です。2号です。こちらがですね、こちらがですね久留米原種のミンタなんですけど、これちょっと病気と、これベトとうどんこが同じ葉っぱに出て直ちに消毒したいんですけど、ちょっとこの天候、今日も雨なので何もできない状態にはあります。で、こちらがですね、兼ね備え2号、埼玉原種。やっとですね、即死が、小枝の実ですねが膨れ始めてきたので、ぼちぼちですね、収穫が始まりそうです。ただ親づる1本も取ってないんで、なんかちょっと騙されちゃった感じになってますけど、今日のですね、収穫量としてはですね、3コンテナ、はい、コンテナ3つです。で、その1コンテナが、久留米原種の MT フェニックスで、もう1つのコンテナが、久留米種苗のですね、一番向こう南側なんですけど、瞳ですね。で、最後の1コンテナっていうのはその他もろもろコロコロですね、はい、ちょろちょろです。ということです。で、明日からですね、最高気温もちょっと上がってきてですね、明後日あたりから晴れ曇りの予報ですんで、ちょっとそこでですね、はい、なんか最近管理が後手後手に回っちゃっててですね、精神的にもよろしくないんですけど、肉体的には楽ですねほら、これベトとうどんこが両方出てますね。これちょっと両方混ぜて殺菌剤やりたいと思いますね。はい、本日も一日頑張りましょう。今日は秋分の日で、本当にここ 2,3 日朝晩寒くなってきました。はい、ということで体調だけはちゃんと管理してですね、これからの大山にきゅうりの大量収穫祭にですね、備えていきましょう。はい、皆さん頑張りましょう。最初はピーヨピーヨ、じゃんけんチョキじゃあまた。これ飛び、あれ、ちょっとこれ、あら、アップで撮ってましたね。まあいいや、そういうことですね。はい、本当でもちょっと補足で言うとですね、一番なんか家計が悪いのは身の形ですね。こういう瞳です。はい、瞳悪いですね。 MT フェニックスは相変わらずいいですね。で、家計って面だとですね、ひょろっとしてこういう感じ、もしかしたらこの兼ね備え2号良さそうですね。はい、ということです。